皆さんおはようございます。マーティーン・ダーミャクバー・キング・ケスヤクルト・赤川克樹さんのその差います。赤川克樹さん、ピッチャーとして、まあ、先発を主に務めております、まあ。打たせて取るピッチング、スライダーを武器に球、まあ、速150キロにまではいかないものの本当に勇気あるピッチャーです。2012年、2013年とメア派で始めたが、その後は不調、怪我ともあり引退したそうです。確かに2012年は確かに統一級の時代で本当に活躍したそうですね。2013年はオールスター。 監督推薦で選んだそうでございます。いやー、ほんとすごいピッチャーですね。あの選手はい、あの巨人デビュー戦、本当にびっくりしました。はい。以上です。バイバイ。